マリアンジェリク・マリアンジェリク・ドスコライ・ユドル・シーは、フランス王ルイ14世の愛称、フォンタンジュ公爵夫人の称号を授けられた。王帝オルレアン公、フィリップの日エリザベート・シャルロットの次女として、宮廷に出入りしていたところを、1679年にルイに見染められた。アンジェリクは、当時の絵画のモデルにすぐなってしまうほどの美女だったが、頭が良いとは言えなかった。ルイが彼女に、 公爵夫人の称号を与えた時には、すでにアンジェリクは妊娠中だった。彼女は、その後、急病で子供を死産した。後、彼女は宮廷を出て、修道院へ入った。多くの宮廷の人々は、アンジェリクは、モンティスパン公爵夫人に毒を盛られたのだと噂した。アンジェリクは、1681年6月に、ポール・ロワイヤルで死んだ。フォンタンジュとは、 17世紀後半から18世紀前半にかけ、女性が被った装飾品の名前である。この名前はアンジェリクに由来する。乗馬中に誤って帽子をなくしてしまい、アンジェリクはリボンで髪を縛ったと言われている。ありがとうございます。